さあ、今夜も始まりましたワンショット。いきなりニコがブルーハウスで声をかけてきているのでお答えいたしましょう。ブルーハウス、聞こえる？ああ、よかった。何が起きたの？一瞬何もかも真っ暗になった。いつかその言葉返してやる。またお会いしましたね。他に質問はございますか？はい、うん。これってでも多分一緒なんだろうね。あ、一緒ですね、一緒ですね。うん。っていうことは、まあ、気になる方、前回パ、前回のですね、1週目の第2パートをですね、見てください。ということで、まずはお邪魔します。この辺りは何もないのかな？ここは今来ても仕方がないよね。ここら辺っていうのは、やっぱしっかり見た方がいいのかな？その2周目というところなので、まあ割と無視してもいいのかもしれない。前回はね、もうここのね、入り口がね、全然見当たらなくてね、もう超苦労させられちゃったな、あったしーっていう感じでしたから、もうね、前自分がプレイした動画も全く見てないんですよ。もう記憶だけを掘り起こしていくと、とりあえずまずはひたすら右に進んでいってたような気がする。で、あのね、あのお姉ちゃんに会いたいんだけど、あのお姉ちゃんとイチャイチャコラコラしたいんだけど、あのなんか謎のモザイクはない。あ、こっちじゃない、こっちじゃない、こっちじゃない。ね、あのお姉ちゃんね、あのチェスやってね、ボロッカスにされてしまったお姉さんね、今度こそ絶対に勝ってやるかなって。まあそんな話はどうでもいいとして、あ、こっちじゃないよね。で、まあね、こっち進んでいくと、ピコーンだったっつったら、その電球、あなたが救世主なの？そう言われたよ。もっと背の高い人を想像してた。少なくとも子猫みたいな見た目じゃない人。そうよね、あなた猫科でしょ？違うよ、ミーは人だよ。でも猫みたいな目をしているわ。でも猫は四足歩行だよ。まあいずれにしても、あなたのような子供が救世主だなんて、肩払いたいわ。でもさっきロボットが間違いないって知ってる。聞こえるかもしれないけど、正直あなたは早くお家に帰って世界は自然に滅びてしまった方がいいと思う。この世界は長きにわたって崩壊続けている。この様子だと太陽では修復しきれない可能性が高い。どんな有様かあなたはもう見たでしょう。ミーたちは実はまだあまり知らない。神を巻き込むな、神を巻き込むな、神を巻き込むな。あら、じゃあ来たばかりなの？ということは塔に向かっているってことかしら。うん、そこに電球を、太陽を持っていかなきゃダメなんでしょ？そう、頂上にね。塔には私たちでは到底理解できない力が存在しているの。そしてその力は頂上で凄まじい強さになる。使命を成し遂げたらあなたを故郷に戻してくれるかもしれない。本当に？本当かはわからないけれどね。中途半端なところで話を切らないでくださいよ、切らないでください。じゃあ誰が建てたの？建てた？私たちの知る限りでは、あの塔はこの世界が誕生したからずっと存在している。以前そのことを研究しようとしてた人がいたけれど。そうなの？結局どうなったのか何も教えてくれなかった。まあいいや、とりあえず光ってるこれを手に入れて、ドライバー、よし、じゃあドライバーを手に入れたので、とりあえずこのお姉さんのことをグリグリして、こんな家だったっけか。あ、でここにあの研究所のヤバいやつがいるとかなんですよね。でこっちの方に進ん、あれあれ、こんなだったっけ。こっちの方に歩いてる子が見えたの。鉱山が放棄されてからかなり時間が経つわ。安全保障はできない。もし入る必要があるなら、私の職務としてせめて一度は同行させて。やった、ありがとう。ほい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 。カメラみたいな、正確にはカメラだったものね。それは残骸、その残骸以前はおそらくロボットのパーツだったんでしょう。わー、違うかもね、わからない。
ドライバーとカメラとアキ、アキピンと奇妙な日記。これを今持っても仕方ないよね。あ、はず。あ、はず、捨てた。あ、ドライバーもなくなっちまった。あれ、いいのかな、これで。で、とりあえず気をつけて。で、こっちに進もうとすると、トロッキーがない。あれ？何かが見えたような。ん？一瞬とっても短い。え？あれ？ちょっと待って。あんなの、一瞬目にあったっけ？え？ここ、この捨てられた鉱山にいつも戻りたがっていたロボットがいるの。このな、ずっと長いこと放棄されていた鉱山によ。あのロボット無事だといいんだけど、壊れてるように見えなかったよ。けど、うん、実際に見たってわけじゃないから、さっきも言ったけど、まるで夢を見てるような感じだったの。すごく近くにいか、あのね、テンパると普通のトーンで喋ります。視覚的なバグかしらね。それか幻覚とか、ロボじゃないからバグじゃないです。ビジネス生命体にしか経験できないこと。お姉さんが知ってるロボットで黄色い目をしてるロボットいなかった。ミーは多分見たことないや。知らないわね。私は一度も会ったことがない。そのロボットのことは友人から聞いただけ。お友達？そっか。全然話が違う。待って、ポケットになったのか。今ここで出てくるの？今まで光ってなかったのに、これ何なの？私もちょうど聞こうと思っていた。その本どこで手に入れたの？確か家で目覚めた時かな。その時はあまり気にしてなかったのに。ちょっとだけ読んでみたけど、全然わからなかった。もしかして、救世主が起きるときに持っていないと、ダメなものだったりとか？違うわね。そんなの一度も聞いたことがない。でもその本を誰かが書いたかは知っている。本当？けれど、黒いクローバーが掲げた、彼の本しか見たことがないの。もしこの中に黄色い蛍光体をわざわざ埋め込んだのだとしたら、そしてこれをあなたが最初に目覚めたときから持っていたという事実。とても興味深いわね。実に面白い。黄色い蛍光体？あ、わかった！それって太陽の一部だって言われている珍しい蛍光体のことだよね。あれ？ミーはなんでこんなこと知ってるんだろう？誰にも教わってないのに。もしよかったら見せてあげる。いきなりここにたどり着くんでごわすか。ってことはもうこれで、いけるから。あ、じゃあもうクリアです。お疲れ様でした。この本と一緒だね。これは同じ人が作ったものなの。あ、そっか。だからこの日記はすごく大事なものな気がする。たった今光り始めたって言ったわよね。そうだよ。それが起きたのは原始のすぐ後だった。絶対に何か理由があるはずよ。その本をせめてもう一度読んでみた方がいいかもしれない。で、あ、元に戻った。で、もう一回こっちは進め。ない。あれ？あのトロッコのうんならかんやら言うのはないんですか？こう、光る。あ、こんなページがあったよ。この部屋の絵みたいだね。多分この部屋に行けってことかな。もう来ちゃったけどね。ということは、ミーたちちゃんと前に進めてるんだね。進めてるんだけど、トロッキーがないね。トロッキーはどこよ、トロッキーは。もう少し詳しく調べてみたらどうだ？え？これを？ん？こいつが、どっかから何か持ってくるってことなのかな？ちょっと一旦ここは保留して、行こうかと思います。もう出る？うん。一旦そしたら、ちょっともう一回お姉ちゃんに話しかけて、あ、今はないということなので、どっかからトロッコを持ってこなくちゃいけないのかな？うん。ただ、トロッキーって、こう、いろんなところに、こう、どこにでも存在するものだから、とりあえずトラベルをして、見晴らし台、うわ、戻ってきた意味がね！入り口、どこの入り口？あ、ここね。はい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 。ということなので、何をするんだったっけかな。ああ、もう覚えてないや。とりあえずトロッコがさっき、日本語になってないよね。もう喋れてないよね、もはやね。トロッコ、そうそう、こいつあるんだよ。これは何もできない？これは何もできない。何もできない。うえー、お邪魔します。で、これがなんか一箇所だけガチョン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 やってるから、
だよね。ですよね、ですよね、ですよね。わあ、あんまり近づかない。もしスカーフを考えるのは目を首ちょんぱするだけだから安心しろ。あ、違う。あそこだ。あっちの左の方にあったんじゃなかったっけかな。あれ、部屋って、ここだけだったっけ。とりあえず入って、左の方に行って、こいつ、面白そうな箱だ。何かこじ開けるものがあればな。あれ、こじ開けるものってどこで手に入れたっけ。こじ開けるものってどこで手に入れるんだったっけな。あー、忘れた。こっちの方にいなかったっけか。なんかいろいろ落ちてるものでなんかこじ開けられそうな気はするんだけど、ほこりっぽい棚、電源は入らない。あれ、どこで手に入れるんだったっけな。今めっちゃ避けられたな。あれ、なんかバールのようなものっちゅうのが手に入る。あーって、バールのようなものが手に入るどこか何かあったよね。あれってどこで手に入れるんだったっけな。どこだったっけな。うわあ、もうこういうのでね、パート2でまたね、こうやって詰まってってね、どう今日サクサクだったでしょって言ってね、自信満々で言うとね、いや、微妙つうか、むしろ遅いくらいザマーって言われちゃうんだよな。相変わらずの口の悪い俺。まあ、それはいいとして、これは、あれだな、ガスマスク云々の話だよね。あれ、バールのようなものってどこで手に入れたっけ。今持っているものは、アルコールの匂いが残って、奇妙な日記。奇妙な日記に戻っちゃったよね。で、これは6桁の数字。分かってる分かってる。分かってるんですよ。あれ、バールのようなものってどこで手に入れたっけ。こっち行っちゃうと、上の方だとガスマスクの方だから、こっちになんかあんのけ、あったっけ。ああ、もう序盤の方だから覚えてないやー。後半の方だからといって覚えてるわけでもないんだけど、あ、戻ってきちゃったね。これ一周ぐるっと回ったね。ただいまでございまーす。それはいいとして、こっち、あ、じゃあこっちはあれだな。関係ないところだから、相変わらず道迷ってるんだよな。あれ、皆さん覚えてます？もうちょっと覚えてないんで、今すぐコメントお願いします。ここに入って、でもドライバーはこのおばちゃんくれたから、それは重要じゃない。分かった。まあいいや、おばちゃんは何もくれない。設営できてる。あまり寝心地が良くなさそう。で、上に行っちゃうと、上っていうのは、崖の方に戻って、崖じゃない、入り口に戻るでしょ。で、ポニョでしょ。で、上の方に行って、あそこに行こうとすると、寝床になっちまうから、そう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 。そうそう。ここが2個の寝床になっちゃうので、まあ、今日はここで終わろうかな、なんていうふうに思った。あった。ありましたね。行ってみるもんでしたな。じゃあ、前哨基地の方まで行って、で、バールをべっちゃべちゃにして、で、あの箱を開けられるような状態にしてしまいまして、とりあえず装備しないといけないね。鉄パイプ。で、驚くほど軽い。大丈夫なのか？ほい。パイプ、潰して潰して。はい。ベッタン。ベッタン。ほいほい、オッケー。で、バールのようなものになりました。あ、先っちょだけやったのね。先っちょだけキュッと締めて、イエーアサヒスーパードライみたいな状態にしたよね。誰か突っ込んでほしいよな。一人実況ってこういうところが虚しかったですよね。これならガッチャンガッチャン。よし、オッケー。で、太陽光バッテリー。で、これ手に入れました。まだバールのようなもの使えるみたいですね。で、壊れたバッテリーと、レンズぴったりはまった。で、空のバッテリー、傷一つない。今は充電されていない。で、これとこれは組み合わせられない。で、空のバッテリー、あれ、ああ、どっかでエネルギーを充填するんだったよな。どこだったっけな。こっちはまだ早い。じゃあまだ早い。ぴったり合うよ。見ちゃっちゃ、あ、でも何も起こらない。そりゃそうだ。そりゃそうだ。充電されてないんだもん。充電するところ。充電するところ。
ポリ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 痒くなってきた。あーでももう時間も15分経ってきましたね。充電するところでしょ。充電するところ、やばいよね、こういうのちゃんと覚えとくべきなんだよね。ほんとこれで充電できない。いっていって感電した。さらにいってっ ってブルーホースがやれって言うから、いや俺のせいにしないで、もう騙されないぞブルーホース。ちょっと、あ、大丈夫、ありがとう。はい、はい、あれあれ、どこだったっけな。1周目、2周目になってくるともう覚えて泣いちゃうよね。泣かない、なんで泣くって言った。全焼基地戻って、チューして、あれどこだったっけ。あれ？あ、ナイスアイディア。これ一生さまよい続けるところだった。はあ、ひらめきって大事。お注射注入、巨大化ウイルス注入。タラララ。あ、お役ごめんみたいな。これで OK です。ちっちゃなエビが光ってます。で、これで PC を。PC か。これ再びやってくるのかな。気合い入れてやっていきましょう。うわー、出たー。うまく進んでいるようじゃないか、ブルーホース。だが、君はここで一度足踏みすることになる。とある箱を開けるためにコードが必要だ。だが、そのコードはこの世界にはすでに存在しない。出た。これがどういう意味がわかるか、ブルーホース。よろしい。それではすぐに探したまえ。これってもしかしてさ、1個目と違う？ああ、一緒？コードはドキュメントの中にある。ドキュメントはゲームの外に居場所を見つけた。ドキュメントの場所はわかるか、ブルーホース。よろしい。それではすぐに探したまえ。ということで、またすみません、ドキュメント探します。ドキュメントワンショット。はい、出た。770230ですね。770230。ということなので、一旦ですね、飛びます。慣れたもんだよ、飛ぶのも。俺、崖。じゃあもう間もなく20分くらいになりますんで、ここのコードを開けたら、一旦終わりにしようかなというふうに思います。770230。ほい、ガッチャ、わー開いた。え、どうしてわかったの、ブルーホース。ミニはやっぱり見覚えないんだけど。助けを借りた。そうなの、誰から。気にするな。わかった、ニコ。金庫には何が入ってる。あ、そうだった。あ、ガスマスクだ。これで進めるパート。もうさすがにビビん。わかった。ということで、ここまで進みました。ただ未だにトロッコの解決策に関しては見当たらないので、進んでいくにつれて何かしらこうできるようになっていくのかなというふうに思いますから、まあ、とりあえずですね、ガスマスクも、手に入れましたので、その手前のところで、いざ終了というところでいきたいと思います。今後どうなっていくんだろうな。今のところパート1と多少変わりないよね。あそこのセリフがめちゃめちゃ長かったっていうところですけど、トロッコもやっぱ日記に何か書いてあるのかな。ちょっといろいろ考えてから再開するようにしますんで、まあまた次回もお付き合いください。ということで本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。